大山。大山は、神奈川県伊勢原市、秦野市、厚木市境にある標高1252メートルの山である。丹沢山などの丹沢の山々と共に、丹沢大仙国庭公園に属し、神奈川県有数の観光地の一つである。日本三百名山や関東百名山の一つでもある。大仙は、丹沢標根の東端にあり、 富士山のような三角形の美しい山陽から、古くから庶民の山岳信仰の対象とされた大仙信仰。大仙の名称は山頂に大山積み神を祀ったためとされるが、大山積み神はかつては石尊大権現と呼ばれていた。大仙の山頂には巨大な岩石をご神体、岩倉として祀った阿リ神社の本社、上があり、中腹に阿リ神社下社。 大仙寺が建っている。また、大仙は別名を、アフリ山、アメフリ、アフリ山ともいい、大仙及び、アフリ神社は、乞恋の神と申され、農民の信仰を集めた。江戸時代の中頃、18世紀後半から、大仙後し、明治以降は先導士の布教活動により、大仙公が組織化され、庶民は盛んに、大仙参りを行った。 各地から大戦に通じる大参道や大戦道標が開かれ、大戦の麓には宿坊等を要する門前町が栄えることとなった。大戦では天狗信仰も盛んであり、アフリ神社には大天狗、小天狗の祠がある。そして大戦には日本の八天狗に数えられた大戦法規望が伝わっている。もともとは法規大山の天狗であり、 相模大山の相模坊が、ストック上皇の礼を慰めるために、四国の白峰に行ってしまったために、相模大山に移り、富士公の人々に信仰されたという。現在でも、アフリ神社の下社の近くに、宝希望の石碑があり、大仙寺の側には、宝希望を祀った祠がある。大仙信仰が始まった時期は不明だが、発掘により、 縄文時代後期中央のカソリビ意識土器編や古墳時代の弾き編、末期編、平安時代の京塚壺、京仏などが発見されており、進行開始の時期はかなり古い時代にまで遡ることができると推定される。ただし、縄文時等については、後世になってから主言者が持ち込んだ可能性を指摘する説もある。万葉集のあずま歌で大戦は、 相模峰のお墨ね見かぐし忘れくる妹がな呼びて、我を酷しなくなと歌われた。十世紀前期の演技式新明帳には、相模国十三座の一つとして、大仙の一子尊大権元を祀るアフリ神社の記載があり、新明帳の原本である神儀館の大帳が、天平年間の完成とされることか、八世紀前半にアフリ神社が創建されたとすることもできる。 神仏集合の時代の後、主言道が流星を迎え、不動明王像を本尊とする大仙寺が建立され、アフリ神社の別当寺とされると、大仙そのものへの信仰と、石尊大権現への信仰とが一体化していったとれる。なお、植軍書類十代二十周した釈迦部の大仙寺園に、マナボンには、天平商法七年、七百五十五年、 東大寺初代別当の両弁僧城が大仙寺を改装したとの記載がある。大仙寺は、聖武天皇により国家安論を祈願する直願寺とされ、天平法寺五年762年には行基の命により、構造が不動明王像を制作して本堂に奉納したとされる。元行二年878年の大地震と大火により大仙寺は消失したが、 元業8年、884年安年が再興し、天台集計の主言の場として栄えていった。平安時代の末に、大仙は、カスヤ氏が支配するカスヤ僧に編入されたが、九十元年、1154年12月に、カスヤ僧は安楽樹院に寄進された。その後、大仙は、藤原徳子、藤原の成子、鳥羽法王の皇后、 微福門院の領地となり、さらに、徳子の子である古内親王、秋子内親王、八条院の領地とされた。鎌倉時代には、春ス氏が源頼朝のご家人となったため、大仙寺は鎌倉幕府の庇護を受けることとなった。東鏡には、大仙寺が源頼朝や源の朝友から寄進を受けた胸の記載がある。その後、 一時荒廃した大戦寺だが、新言宗の願行、冒険性、献上の手で復興された。この時、願行は、猛虎を降伏させる秘宝を習得するため大戦に、上り、100日間の苦行を行い、師匠、異教、冒より方が提供した、鉄道の不動明王像の前で祈り続けると、怒り狂った不動明王の姿が見え、その後、不動明王像の目が見開かれたという。 元行は、この時の不動明王の姿をもとに、二体の鉄像の不動明王像を制作し、その一体が大楽寺の不動明王像、試みの不動王と呼ばれる。現、各音寺像。神奈川県重要文化財となり、もう一体が大仙寺の不動明王像、国の重要文化財となったとされる。室町時代においても、当初、大仙寺は、 室町幕府の庇護を受けることとなったが、同時代の末になると、大仙寺は幕府の衰退に伴い、外部からの侵入や、館内の主験道の勢力に悩まされるようになった。文明18年、1486年の冬に、大戦に登った、東京樹号は、開国雑記に、その夜の大戦は寒くて眠れなかったと記しており、当時の大仙寺の衰退が伺われるという。なお、 室町時代の後期の頃に大仙でライ絵巻が成立した。戦国時代に大仙は小田原の北条氏の支配下に入り、北条氏が主元道の勢力を利用しようとしたことから、大仙における主元道は天台宗本山旗また希望の参加とされた。天正18年。 1590年に徳川家康に組みする軍勢が小田原を攻略した際には大戦の主元道の勢力は北条氏に組みして激しい戦いを繰り広げた。江戸時代に入ると徳川家康は敵対していた大戦の勢力に厳しい姿勢で臨み大戦の主元道の勢力を全て下山させ山内の居住は清掃。 学僧のみで二十五口に限定して許可することとし、さらに大仙寺を天台州から小義神言州へと改修させ、初代学党に聖地里氏院の従事であった実を防止、小義神言州を任命し、定住させることとした。その上で、慶長十三年、1608年には御朱院地等を寄進するなどし、経済的な援助関係を強めた。特に、 徳川家光は大仙寺の官営の大修理の際に造営費として一万両を与え、落成の祝賀等に、春日局を第三として二度参詣させた。下山させられた修験道の信者たちは、大仙の麓に居住し、ご死として布教活動を行うとともに、宿坊や土産物屋の経営をするなどし、その結果、大仙門前町、三野家町、坂本、稲荷、海山、 福永、別所、新町が成立した。古市たちの活動により、法歴年間1751年から1764年から行われた信仰による登山は大仙港と呼ばれ、各地から通じる道は大仙道、大仙街道ともいう現在の国道246号を含むと呼ばれた。江戸の庶民にとっては大仙参りと江ノ島参りのセットが娯楽の一つとなった。 古典落語の縁内にも大仙参りが登場した。明治初期の街道記には大仙皇の総公数は一万五千七百であり、相談家数は約七十万件との記載がある。このように大山信仰が流行することとなった要因として大仙寺演技、正確には大仙寺演技絵巻の内容が民間に伝わったことが指摘されている。完成四年。 1792年には大戦不動霊元記が出版された。明治維新以後、明治元年、1868年3月の神仏分離令と、それに伴う廃仏希釈の運動により、大戦寺は取り壊しとなり、その後にアフリ神社の下社が混流された。明治十八年、百八十五年に、大戦寺は現在地、大合院の跡地に、 妙王院として再建され、大正四年、1915年に、観音寺と合併し、再び、大仙寺を称することとなった。大仙寺縁起絵巻によると、相模国の国師であった、大老大仏多田という人物が、子供に恵まれないため、女医林、観音像を制作して祈ったところ、夫婦の夢の中に、高齢の僧が現れ、弥勒菩薩の化身という北一を与えて、 姿を消した。その後夫婦の間に男の子が生まれ、ふっつの化身とされて、国中から祝福を受けたが、誕生から50日後、野外で赤ん坊が岩みしている時に、金色のワシにさらわれてしまった。夫婦は嘆き悲しんだが、金色のワシの巣に連れ去られたその子供は、奈良の革命という像に引き取られ、今週同時と名付けられた。同時は出家して、 両弁を名乗り、聖武天皇に認められて、東大寺、今主寺の初代別当となり、下言宗を確立したが、両弁の噂を聞いた時ただは、奈良に行き、子である両弁と再会した。話を聞いた、聖武天皇は、両弁が、相模国に帰国することを許したが、当地で仏法を広めたらすぐに帰京することを命じた。相模国で、両弁は、大仙の山頂から、 光が放たれているのを見た。なお、ここに見られる方向山伝説は、修験道と関連の深い山岳の縁起によく見られるものであるという。両弁は大山に登り、山頂の地面を掘って、不動明王の石像を発見した。その時、不動明王が、この山は、弥勒菩薩の土塞天井土であると語った。両弁は、山中で見出した霊木で、 不動明王の像を制作し、その像の前で二十一日間祈ると、弥勒菩薩の決心である四十九人が現れるなど、した。なお、仏像を霊木で制作するという部分に、霊木信仰の存在が指摘される。両弁が、山中にある岩窟の下の池の旗で、七日間祈ると、池の中から、新蛇大王を名乗るオ,オロチが現れ、自分は退散を守後しているが、 ふっつの教えを無視していたため、このような姿になってしまった。商人のおかげで、都卒圏の内因に変わることができたので、今後は大仙に衰弱して大仙寺を守護したいと語った。ここには、本寺衰弱説による神仏集合の典型的な形が見出される。両弁が参拝人のため、水が出るようにしてほしいとおろちに依頼すると、岩窟の上から水が滴り落ち、 二重の滝となった。ここで、絵巻には、言葉書には、記載がない縁の渦沼に鬼神と共にしれており、絵巻の成立背景に、主限道の影響があることが伺える。また、大戦信仰の根幹の一つとされる、大戦寺と、水との関係、水掘りをする修行者など、が鮮明に描写されているとさる。こうして、大戦寺を解散すると、両弁は、 天皇との約束に従い、帰京していったとされる。大戦不動霊元記は、全131話からなり、大戦の不動明王の霊元がもたらされるには、どうすればよいか、が、説話の中で語られており、ただ願うだけではなく、実際に行動することを訴えていて、大戦信仰の発展に、一定の役割を果たしたと指摘される。大戦不動霊元記には、 神奈川県内に関する説話が66話あり、全体の50%強となる。特に、大隅郡、現在の伊勢原市、平塚市、秦野市に関する説話は32話あり、県内全体の48%になる。県外では、59話の内江戸関連が21話、武蔵国関連が11話、下屋国関連が11話と多く、他は緊張である。これらの事実は、 当時の大戦進行の文法考察する上で重要視すべきものとされる。説話の中に登場する年代についてみると、寛永年間1624から1644から完成4年1792年までが128話と最も多く、その中でも名は安永年間1764から1781年の説話が、 約58%になる。特に、安永年間の説話は44話であり、全体の約34%である。このことは、大戦進行の最盛期が、法歴年間1751から1764年以降とされることを裏付けているとされる。また、説話の登場人物では、百姓が57人であり、全体の約47.5%となっており、 大戦信仰が百姓を中心とした庶民の信仰であったことを示すとされる。また、人々が大戦に祈願したこととして、最も多いのは、病気併四45話で全体の36%であり、ついで災難よけ三34話で全体の27%である。なお、大戦古戦流に見られるような、借金逃れの説話は見られない。三六のケーブル駅までは、 小田急小田原線伊勢原に駅からバスを利用する。市街地を抜けてからケーブル駅までは細い一本堂のため、初詣で紅葉シーズンは渋滞が激しくなる。ケーブルカーは大仙寺もよりの大仙寺駅を通って、アフリ神社の下社もよりのアフリ神社駅まで通じている。下社から山頂までは徒歩1時間半ほど。 丹沢山系から流れる良質な水を使った豆腐作り、民芸品としての駒作りも行われており、ケーブル駅バス終点から、ケーブルカー、大仙観光電鉄大仙工作線の山徳川の駅である、大仙ケーブル駅間の石段沿いには、宿望の面影を残す旅館、豆腐料理店、民芸品店が軒を並べる。イベントとしては、 大仙豆腐祭りと伊勢原駅から下社まで9キロメートル、高低差650メートルを一気に駆け上がる大仙登山マラソン、いずれも3月がある。登山口は、ケーブルカー終点、日向屋久市、見逃げ、矢び峠などがある。神奈川県内一部地域の南朝市解消のため2013年6月24日の放送開始より、首相新章。 園美山から移転し放送開始。園美山は大山から送信できなくなった場合の予備送信書に移行した。送信書は大山山頂付近の秦の市川にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。